はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうすぐ3時ですね、さっきまで眠たかったんですけどね、なんか眠気が吹っ飛びましたね。あと1時間半ほどしたら出かけなあかんですよね。なんであと寝るにしてはちょっと遅いかなって感じですね。もうすぐ終わりますんで、244円高ですね、今ね、日経平均は。まあ今56分ですから、まあこの辺りで終わるんでしょうね、これ。ドル円 144.52 と動きません。アメリカの金利若干やっぱり今日高くなってますね、3.73 って。まあこれ、今日の夜が本番ですからね、もうちょっと上がるかもわかりません。その割にはですね、ウォンは高いんですよ。高いんですよ。1399.91。1400切ってるんですよ。ここでうにゃうにゃし始めてますから、ここで頑張ってるのかもわかりませんね。1400切るでーとか言って、まあいいけど、まあやってくれたらええねんけど、手持ちのドルだいぶ減ってるんちゃうのという感じですね。1399.95 ですよ。どうするんでしょうね、これね、ほんまね。こんなとこで頑張ってもしゃあないと思うんですけどね。ある程度ね、ある程度市場の流れにこう、なんていうか、こう寄せながらね、ポイントポイントでズバッといったらいいんですけど、まあ、そのズバッといくべき時が今かなと思ってるんでしょうね、彼らはね。今とちゃうような気がしますけどね、前は。ですね、時事 .com にこんな記事が出てまして、鈴木宗男氏、ウクライナは停戦を、欧米の武器供与停止も訴えと。日本維新の会の鈴木宗男参議院議員は5日、東京都内で開かれた駐日ロシア大使の講演会、そんなんやってんの、同国の侵攻を受けるウクライナに関し、プーチン大統領は停戦だと呼びかけたのだから乗るのが筋だと語った。ミサイルを含め極めて攻撃的な武器を米国が供与するから戦争が長引くとも述べ、欧米諸国の武器、供与停止も訴えたと。この鈴木宗男さんというのはですね、その北海道選出やったかな、今維新の会ですけど、もともとはですね、新党第一とかいうなんか勝手な政党を作ってました。そのまた大元は自民党の衆議院議員でした。でですね、外務省に偉そうにしていたのがですね、たたってですね、佐藤勝さんと一緒に放逐をされまして、逮捕されて服役をなさいました。2、3年入ってたんちゃうかな。で出てきてですね、5年間の公民権の停止なんですね。でそれをクリアしてですね、新党第一かなんかからですね、参議院に受かって、で今は維新の会に移って、もともとですね、中川、名前忘れましたけど、北海のヒグマと言われました、北海道選出の衆議院議員ですね、中川グループと石原慎太郎なんかと一緒に青嵐会とか作ってたんですね。割とごつい顔したおっさんやったんですけど、そのおっさんの秘書をやったのがこの鈴木宗男なんですね。で、そのおっさんがですね、まあほぼほぼ自らですね、命を絶たれたような亡くなり方をして、その息子もですね、衆議院議員になってたんですけど、それもなんかあれにして、自らですね、なんか薬を飲んで亡くなられて、その奥さんが今衆議院議員なんですけども、旦那死んだ後で路中事件なんか起こりました。何かとですね、お題を振りまくことにはこと書かない一問なんですけど、この鈴木宗男さんがですね、衆議院議員の時に、北方領土返還のためのですね、まあ議員外交みたいなことをやってましてですね、それに外務省で、応援というか、まあ、外務省の先頭に立っていたのが佐藤勝さんですね。で共にですね、こう、まあ、あれですね、睨まれたというべきでしょうね。佐藤さんが本に書いておられますけど、まあ、睨まれてですね、共に服役したんちゃうかな。で、その睨まれてキャンキャン言われてる時にですね、あんまり大した罪ではなかったと思いますけどね、あれね、本読むと。やられたという感じですね、国にやられたという感じで、まあ、先走りすぎたんでしょうね。でその時に、調子のいい当時社民党でしたかね、何も分かってないおばはんである辻元清美かなんかにですね、疑惑のデパートとかって言われてですね、散々追及されてました。鈴木宗男さんでございます。その頃から当時はですね、ソ連ちゃうわ、もうプーチンになってましたね。
ロシアと結びつきが強くてですね、ほぼほぼですね、私から見ればロシアのエージェントちゃうかなと思うんですけど、その方は今でもロシア寄りの発言をなさっています。もうちょっと読みましょうね、このウクライナに、武器渡すなって言ってこんなこと言うては日本でこのおっさんだけですよ。この方の娘さんはね、高子さんとおっしゃって、衆議院議員ですね、北海道のどっかの選挙区で自民党なんですよ。ちゃうわ、比例区やったかな、そう、追い出されて比例区になったかな。で、選挙区に戻せという約束を安倍さんが果たせなかったという経緯があったりします。鈴木氏はウクライナについて、鈴木宗男が横綱の照ノ富士にかかっていくようなものだ、どんなことをやっても勝てない、ウクライナが勝てないということですね。武器供与をやめれば収まる話を、つまり素直に負けろって言ってるわけですね。ようこんなこと言いますよね、このおっさんね、ほんまに。停戦により世界がスクラムを組み、元の安定した状態に持っていくのが一番賢い外交、世界平和に向けての道だと主張した。要はウクライナに黙って領土をよこせと言ってるのと同じですね。しかしこのおっさん、なんと言いますか、もう終わってるんですよ、世間的には。まあなんとかね、議席は持ってますけども、年もどうでしょうね、70いくつなはずですし、もともと選挙に弱いことでは有名なんですね。逮捕されて強だったんちゃうかという話がありますけども、松山千春さんなんかがね、この人に入れ込んでるんですけども、なんと言いますかね、人間は悪くなさそうなんですよ、いろんな記事を読んでる限り、でもちょっとですね、見識が危ういですね。今そのね、プーチンに肩を持ってね、ウクライナに万歳せえというのはですね、何を考えてんやろって話ですね。その多分ね、この方今でもロシアと何らかのつながりがあると思うんですよ。で、娘さんもロシア寄りの発言するんで、駐日ウクライナ大使が嫌がってますよね。今でも何らかの、ルートがあって、そこからなんか情報も入ってくるんでしょうし、まあ、こんな駐日ロシア大使の講演会に出てるわけですから、今でもね、ルートはあるんでしょう。でもこれ次の選挙落ちますよ、はっきり言うてこの人どこやろ、北海道区、参議院の北海道で次の選挙ちゃうんですか、この前出てきませんでしたから。だからまあ2年半後ですよね、2年半というか3年後ですよね、ほぼ3年後の選挙で、まあでももう出はらへんのかな、もうでもこの人やったら出ると思うんですけど、こんなこと言うてたら知らんでという話で、なんと言いますよね、佐藤勝さんもね、どう言いましょう、まあ見方によってはロシアよりとも取れない、取られなくもないようなですね、文章を書かれて、メディアに出してらっしゃいますけど、まあ、あっちの方がまだ抑制は効いてるんですよ。ウクライナ側の言うことばっかり信用しちゃあかんでみたいなこと言ってて、まあそれはその通りなんだと思いますけど、この鈴木さんはあそこまではですね、こう慎重にはなられないんでしょうね。今ね、西側からね、ウクライナに武器を提供してるんですけど、すごい条件がついてて、国境の向こうまでは絶対こうロケットも撃つなと言うてるんです、ね、それだけは絶対よって。そんな、なんでね、なんでウクライナはそんな制限を受けなあかんのって話ですよ。自分らやられてるんですよ。でやられた分ぐらいやり返して何が悪いねって僕は思うんですけど、そういう制限の中でガイアは戦ってるんですけど、もうそれをもうですね、西側武器提供したらあかんねんって、横綱とか死みたいなもんやんみたいな、お前なっていやまあまあね、日本はね、言論の自由がありますから、こういうおっさんがですね、土地狂ったことを言うてもですね、まあ許されるんですけども、多分この方自分がね、何を言うてんのか理解できていないと思うんですよ。そんなに頭が良さそうではないし、見識豊かでですね、知られてる人でもないんですよどっちかというと情の人っていう感じですね。で、なんとか自分の情熱だけで、北海道出身だから北方領土とかって、ムネオハウスとかあったらどこ行ったんでしょうね、あれね、エトロフ島かなんかやったじゃん、よう知らんけどあんたらがね、ちょろちょろ動いたところで北方領土なんか帰ってくるわけないね、ほんまに
まあでもこの人らはこの人らなりに努力はなさったんだね。ロシア相手にね、そんなね甘っちょりことやってもね、取り戻せませんよ。どっかでガツンとやらなあかんね。そのガツンとやるべき時は今来てんねんと、そういう話でございます。どうでしょうね、特に貼りません、探してください。 g.com 鈴木宗男氏、ウクライナは停戦を、欧米の武器供与停止も訴えというタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。